れはフィーレ、アイズさんを助けた。フィーレ様、危険ですから先に行かないでください。もし何かあったらって何ですか、ここ超大型のモンスター、それにベル様、一体何が起こってるんですか。随分と顔ぶれが揃っておるようじゃが、フィンたちもおるな。なるほど、状況は分かった。しっかり乗り遅れてるじゃねえか。ガレスさんにペートさん、リリとハルヒムさんもよかった。私を助けるの。あの時あなたに剣を向けた私を。本当は怖い。私はあなたが怖い。でもあの時あなたも悲しそうだった。あなたは泣きそうで私と同じに見えた。だから助けなきゃってそう思ったの。また援軍、侵入者の最後の組か。でもさ、このコアを傷つけられないのは一緒だよね。誰か。なんだありゃ、失踪したとかいう雑魚どもがモンスターに取り込まれてんのか。人質、いやまさに肉の盾か。攻撃しようにも魔法は論外。わしらの一撃がかすっただけでも弱った冒険者を殺しかねん。せめて取り込まれた人たちの正確な居場所が分かれば。ベルさん、私なら分かります。え、私の力ならできる。ですから、レイさん、レイさんに協力してください。どういうことだい？レイさんならモルドさんたちの位置を探り出せる。レイさんは嘘はつかない。だからあの人を信じてください。いいだろう。各員、彼女およびベルクラネルの指示に従え。いいんだ。何を言っているんだイベード、いいに決まってるさ。そうだろ。知らねえ。だがてめえが言うんなら従ってやる。行きます。この音は、うわ、レイ様の精霊。第4波の反射でダンジョンの構造も人の位置も探れる。エコロケーション、見つけた。右腕に一人、上腕部を落とせば傷つきません。レフィアさん、行きます。あなたが指図しないでください。してください。もう大丈夫です。左剣部に1人、右大腿部に3人。背後、腰部に1人。
った。助かった。恩に着るぜ。うわ、出禁野郎にゃ。美少年を期待していたのに。臭い体液まみれのお宮を回収とか、マジツラタンの罰ゲームにゃ。扱いひどくない。えい、すごい。モンスターが人を助けて。モンスターと冒険者が連携して人命救助。嘘でしょ、ありえないって。こんなの冒険者は全員回収したが、まだシャニムに暴れ回るか。総員距離を取れ、退避だ。おみゃ、その翼。尖った耳に青い肌。エルフじゃないにゃ。これは。そうだよ。その個体はモンスターだ。僕たち人類の敵だよ。あの男、皆さんを仲間割れさせようと。見ればわかるよね。青い肌に腕の代わりに生えた翼。醜悪なモンスターの楽園以外の何にでもない。いいのかい、冒険者が。ひいては天下のロキファミリアがモンスターなんか助けちゃってさ。血迷った冒険者がモンスターをかばったらどうなるか、君たちもよく知ってるだろ。石を投げられて蔑まされる。こんなことが知れたら民衆はどう思うだろう。その名声まで地に落ちちゃうよ。ねえブレイバー。どこにモンスターがいるんだい？あ？あいにく、僕の目には彼女たちが少し変わった人にしか見えないな。え？だってそうだろ？身を挺して合図をかばった。力を尽くし、冒険者の救出に努めた。理性を持ち、他者を思い行動する。それは怪物ではなく、僕たちと同じあり方だ。彼女たちの献身に敬意を表さずして、どうして勇者を名乗ることができる？リーさん。そうだな。わしの目にも、めんこい娘っ子がおるようにしか見えん。なあ、ベイト。せえモンスターどものせいで鼻が効かねえんだよ。だがさらわれた雑魚どものために体を張った雑魚はいたな。私も知りませんね、モンスターなんて。ここまで一緒に来た美女はいましたけど。喋るとかボクスクス。これはファッションなのにゃ。神様たちの流行の最先端なのにゃ。ダメだ。
こいつだけは空気読むとかそういう次元じゃなくて信じ込んでるニャ。モンスター、何を言ってやがる。俺は助けたのは、そう、チョコさ、チョコが助けてくれたのさ。こっちもダメです。魔力を吸われすぎて頭が。冒険者ってさ、本当にさ。この子は傷つけさせない。あなたは間違ってない。前もそう言った。人の心を持ったあなたたちより。私はそう思った。やれ僕の作品。頭のイカれた冒険者ども、潰しちゃえ。どっちがイカれてやがる、クソ野郎が。もう何も憂慮はない。心置きなく叩き潰していいな、ウィン。ああ、かかれ。君の気持ち、少しだけ分かったのかもしれない。だからあれを倒そう。はい。当たるかな。次だ、さっさと行くぞ。